このチャンネルはタイの日経フォワーダー HPS トレードの提供でお送りしています。どうもこんにちは、井野です。今回は貿易取引の決済に使われる LC について解説をしていきたいと思います。 LC とはレターオブクレディットの略で、銀行が輸入者に代わって貨物代金の支払いを確約する、いわば保証状のことです。輸出者は LC に記載されている書類を準備し、銀行へ提示することが条件とされています。 LC はすべて英語で記載されています。そのため英語が苦手な方は少し気遅れしてしまうかもしれません。貿易実務の中で LC の確認は単なる書類チェックと思われがちです。しかし英語で明記された信用上 LC 条件の理解が求められるので、個人的には難しい業務だと思っています。 LC 決済は貿易取引における次の3つのリスクを回避するメリットがあります。商品入手のリスク、代金回収のリスク、資金負担のリスク。特に初めての取引相手の場合、この3つのリスクが高くなります。例えば決済条件が後払いの場合、輸出者は商品を発送したけれども、本当に輸入者は代金を支払ってくれるのだろうかと、代金の回収に不安が残ります。一方前払いの場合だと、輸入者は先にお金を支払ったけれども、輸出者は商品を本当に送るのだろうかと、商品が手元に届くまで不安な日々を送ることになります。このように後払いでも前払いでも双方に資金負担が発生してしまいますよね。しかし LC 決済だと、信用のある銀行が間に入ることで、輸入者は確実に商品の入手、輸出者は代金の回収が行えます。輸出者、輸入者ともにお互いの不安を解消するメリットのある決済方法のため、貿易取引で利用されています。それでは LC の内容を見ていきましょう。なお項目すべてを説明していくとものすごい量になってしまいますので、今回は私が特に重要だと思う項目、名称をピックアップして解説をしていきます。まずは発行銀行です。これは LC を発行する輸入地側の銀行のこと。英語ではオープニングバンク、またはイシューイングバンクと呼ばれます。発行銀行は輸出者にとって輸入者に代わり支払いを行ってくれる拠り所。取引を行う前に信用上を十分に満たしている銀行であるかどうか十分に確認をする必要があります。次に買取銀行です。これは輸出者が LC のもとに作成した書類と為替手形を買い取る輸出地側の銀行です。英語ではネゴシエーションバンクと呼ばれます。輸出者から提示を受けた書類に誤りがあれば買取を拒否することができます。そして通知銀行。通知銀行は輸出者へ LC を通知する輸出地側の銀行です。場合によっては手形の買取を行う買取銀行にもなります。輸出者から通知銀行の指定がなければ、発行銀行の支店または輸出者の所在近くのコルレス銀行にされることが多いです。コルレス銀行とは、外国為替取引を円滑に行うために、国境をまたがった銀行同士がお互いに必要な諸条件を契約として結んでいる銀行を指します。どんどん行きましょう。発行依頼人、アプリカント。通常は輸入者を指します。会社名と住所が記載されています。受益者、ベネフィシャリー、通常は輸出者を指します。発行依頼人同様にスペルミスが目立つ項目なので、特に注意して確認します。信用上金額、カレンシーコード、アマウント、通貨と LC 発行金額が明記されています。金額の前にアバウトを使えることで、10% の範囲内で増減が認められます。ただし船積み書類に記載されているインボイス金額がこの信用上金額を超えるとディスクレとなります。ちなみにディスクレとはディスクレパンシーの略です。信用上条件と船積み書類の内容が一致していないことを指します。ディスクレになると買取銀行は代金の買取を拒否することができるので、輸出者はディスクレにならないように注意しなければいけません。船積み期限、 Latest Date for Shipment、 積み出し日の最終日です。この船積み期限までに船積みできない場合はディスクレとなります。LC の有効期限、 Date and Place of Expiry、 支払いが保証されている有効期間のことです。記載されている期限内に買取銀行へ為替手形と LC で要求されている船積み書類をセットにして提出しなければなりません。1日でも過ぎてしまうとディスクレとなってしまいます。分割済みの可否、 Partial Shipment、 商品の分割積み可の許容について記載されています。許容する場合は Allowed、 Permit、 禁止する場合は Not Allowed、 Prohibited と明記されます。積み替えの可否、トランスシップメント、積み荷港から積み下ろし港まで他の船舶や他の運送手段に積み替えることを許容するかについて記載されています。分割と同じく許容する場合は Allowed、 Permit、 禁止する場合は Not Allowed、 Prohibited と明記されます。買取に必要な船積み書類の種類、通数、 Documents Required、 必要な船積み書類や部数についての条件が記載されています。主に次の書類の提出指示がされていることが多いです。商業インボイス、パッキングリスト、BL、 保険証券、原産地証明。追加条件、アディショナルコンディションズ。
その他の条件が記載されています。例えば次のような条件です。すべての書類に署名が必要である。信用状番号はインボイスを除くすべての書類に含めなければいけないのような記載があります。船積み書類提出期限 Period for Presentation。 船積み日からいつまでに船積み書類を買取銀行に持ち込まなければならないかが指定されています。通常は5日から10日以内です。提出期限の明示がない場合は船積み日から21日を過ぎた書類の買取は銀行が拒否しますので、この日にちにも注意が必要です。今回紹介した項目は LC の一部です。実際に仕事で LC 内容チェックをする際は全文に目を通す必要があります。ここで実際に発生する LC に関わるトラブルの例を紹介します。決済に関わる重要な書類なので間違えないように何度も確認を積み重ね、買取銀行へ2為替手形、為替手形と船積み書類のセットを提出すると、銀行から電話がかかってきて、いただいた書類はディスクのため買取できませんと伝えられます。急いで書類を見直すと、商品名のスペルミスが発覚。すぐさま輸入者側へ商品名のアメンドを依頼したため代金の回収をすることができました。このようにたった1文字のスペルミスでも銀行から指摘されれば買取を拒否されてしまいます。このような失敗を経験されている貿易関係者は少なくないと思います。いかがだったでしょうか。貿易取引のリスクを回避するために日本国内では使われない LC という決済が使われています。 LC とは何か、輸出者輸入者にとってどういうメリットがあるのか、どういう内容が記載されているのかを理解することが大事です。そして一方で LC にもデメリットがありますので、それについてはまた別の動画でお話をさせていただきます。もし今回の内容がためになったなという方はチャンネル登録、いいね、あと SNS でシェアをよろしくお願いします。今回の内容は以上になります。ありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。